テイフィール、ジュールズ・プルズ、テオフィル・ジュール・ペルーズ、テイフィール、ジュールズ・プルズ、または、ジュールズ・プルズ、テイフィール・プルズ、セオ・プルズ、1807年2月26日から1867年5月31日は、フランスの科学者である、ベローニアに生まれた、父親のエドモンド・プルズも、科学エンジニアで、いくつかの技術書の著者である、 ラフェールの薬局でしばらく働いた後、1827年から1829年の間は、ゲイ,イコールルサックとラセーニュの実験助手を務めた。1830年に、リールで科学の准教授になるが、翌年パリに戻り、エコールポリテクニークの実験指導員になり、その後教授となった。コレージュドフランスの科学の教授や通海委員会の会長も務めた。 1851年のナポレオン三世によるクーデターの後、公職を失うが、1846年に自らが設立した科学研究所の運営を続けた。研究所では爆薬の研究を行い、ここで学んだ科学者のアスカニオ・ソブレロはニトログリセリンを発見し、アルフレッド・ノーベルはダイナマイトなどの爆発物を開発した。 いくつかの元素の原子量の決定を行い、いい風呂ミと、胸著で、一般科学論、科学省録、アブリジアでチミエ、科学の一般概念などの著書がある。ありがとうございます。